シャスの中です。今回は KN44 を使ってドミネーションやっていきたいと思います。さあ帰ってきましたよ。ほんと大分からはるばるね、はるばる大分に行っておりました。私バナナさんのライブでございますよ。別府のビーコンプラザというところにね、行ってたんですけれども、逃げろ、殺せなかった。マジか、燃えろ。あー、ブラボーやばいぞ。早いっすね。大丈夫、もう一回みんな勢いがあればいける。これはさあ取るぞ。敵のかこれ。おー、やばい。取ったけど取られそう。やばい。このサイクルちょっと怖いな。よし。やべ、ちょっとテルミットがやばいねこれね。あんまりないんだけどテルミットでちょっといじめられるのって。よし、取り返すぞ。危ね、ちょっと待って、敵に攻撃されてた。おお、逃げろ。バレてない。死なないのあれ、マジか。ちょっととりあえずブラボーを取って落ち着きたいんですけどね、なかなかそうはさせてくれないみたいで、私がスモーク係となって、あーミスった、ごめん。ちょっとやっちまった。よし、逃げろ。みんな全力で逃げて左に回ってく。いいですね。あー、なんでこのルーイン、マジかお前。ちょっと勘弁してくれよ。そんな追い回さんでもええやろな。ほら、よし。行って、またこいつここに。ちょ待って、あいつサプレッサー。ちょっとなんであんなに裏取れるんだよ、許されん。うわ、また、あ、サプレッサーだこれ。絶対サプレッサーだ。音しなかったし若手映んなかった。仕方しよう、これは仕方ですね。ちょっと待ってよ、これどっかにいる。ちょっと待って、敵がなんかどっかにいると思うんだけど、わかんねえこれ。ほら、また後ろからほら来てる。なんか危ね。ほらいたぞ。今音聞こえたぞ。お前だよ。危ねえ。キルストッパー慣れた、よかったです本当に。レベルいけいけ、KNいけ。マジ、あー、それで死ぬか。くそー、空爆は痛いな。でも待ってよ、来てる。オッケーオッケー、ただでは返さんぞ。なんかね、あっちの方面に人がいるっぽいんだけど、よくわかんないんだよね、そこが。なんであんなとこにトロフィーがあるんだろう。よし。なんかあれだな、中途半端に殺せないことが多いな。おっと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 、ちょい、待って、やっと私たちブラボー取ったんだよ。そう簡単にあげられんから。おい、オッケー、下がる。はい、オッケー、完璧。いいですね。さあここでちょっとここから来いよ。ほら、待てよ。おし、危ない。いや待って、危ないっす。怖いなこれ。チャーリー脇になってるぞ。ちょっと待って、やばいこれ。チャーリー脇はいかん、いかん。あー、これどうだろう。あー、ノーダメ。1人、オッケー、2キル。あー、3キル目まではちょっと弾的に厳しかったか。待ってよ、ブラボー守るぞ。頑張れよ。あー、マジか、敵がイケだな本当に。めっちゃ攻めてくる。恐れ多いわ本当に。オッケー、あー、2人いけなかったか。いやでもナイスブラボー、いいね。今回すごいいいですね、旗の入り方が。みんな食いつくように旗入ってる、これ素晴らしい。あ、また危ね。自分のセムテでマジ死ぬのは NG だな。ここか、待てよ、任せろ。オッケー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 。よし。あー、ここにまだいた。やるね。やっとちょっとリードできたかな。いやほんとね、今回はナナさんのライブが大分の別府の方でねありましたんで、僕ね別府行ってきたんですよ。ほんと片道7時間往復14時間、本当にすごいよね。だからほぼ1日2日じゃないんだけど1日はもう移動してるようなもんですよね。睡眠時間入れたら、まあ、寝すぎか寝すぎか10時間は。まあでもそんな感じでね、かなり移動時間にこうね行ったんですけれども、いやー別府ってね割と遠いよね。九州は小倉までがね新幹線でつながってるんですけど、そこよりもっと奥に行った感じ。一番だから簡単に言うと日本地図で左に行って少し下に下がった、うんって言っても特急で1時間かかったんだけどね。そっからあのね特急の列車がね僕ね割とね僕が物心ついて初めて買ったプラレールがソニックなんですよ。その特急に乗れるっていうね良さね。普通のソニックとあとは白いソニックに帰りは乗ったのかな。白いソニックはでもあんま好きじゃないね。あれはね普通のなんか僕がやっぱりね見た青いソニックが一番好きですから、僕はねそういうこだわりも見せつつって感じですけどもね。まあ電車とかもねそういう乗り物系僕結構好きですからね、乗ってて楽しいなって思ってたんですけど。おいしょ、これ取れるんじゃない？いけますよいけますよ。味方さんいいですね、一人短期でやってくれてる、素晴らしい。オッケーいいね。さあ来るぞ来るぞ来るぞ。待てよ、これ誰のだ？ちょっと待て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 、落ち着くんだ落ち着くんだ落ち着け落ち着け、後ろだ落ち着け落ち着け落ち着け。オッケー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 。敵のだねあれね、危なかったね。チャーリー取れるんじゃないこれ。ナイス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 。いっていって、待って待って、あ出たサプレッサー。おい待てこの野郎。あー打ち勝てなかった、くそ悔しい。いやーまあそのソニックに乗りながらね行ったんですけれども、ほんとね新幹線あんだけねほぼ終点まで乗ってたから、なんだろうねチケット取るとかまあチケットをねまず取るのが僕ねギリギリだったんですよ。もうね当日取ればいいや的なね考えだったんでね、ちょっとねミスったんですよね。そこらへんねちゃっちゃと取ってないからこうギリギリになって、ほんとね奇跡的に指定席が取れたようなもんなんでね、3列の真ん中ですよ。まあ、真ん中はねやっぱりね他の人とねこうなんかね他の人が横にいるっていうのであんまりね人気ないあれなんでね、どうなるかと思ったんですけど、まあ普通に。あ待って、そこでダメなのか、はあまあ3列のね真ん中に座りながらこう行ったんですけど、いやーでも長かったねあれは。まあこうにも新大阪でねみんなね降りてってくれたんで、そこは良かったね。だから真ん中の席を1人で3列の席を1人で陣取ってましたけどまあやっぱ新幹線は指定席じゃないとねそこダメだからね。おい来いよ、ほら君じゃないんだよ。よしよし待てよ、多分こんいやー頑張れ、味方が生きてる。オッケー取れる、これはナイス。いやほんとね、それからまあ別府の宿に着いて、もうね吹き荒れる強風の中ですよ。風がすごかったねほんと。九州あったかいと思ったのにね、九州ってでも夏は暑いのかな、どうなのか分かんないけど風めっちゃ吹いてたから、もうなんか寒い思い出しかね夜はなかったんですけど。いやーそこからね、まあ、会場までちょっと坂道を歩きまして、ビーコンプラザっていうのはねちょっと駅から徒歩で行けるのはいいよね。うんそれはねまあ普通のでもそこら辺の会場でも徒歩で行けるかまあでも行けないところもありますからね、うん中にはね。そこら辺はまあ徒歩でも行けるしバスでも行けるしタクシーでも行けるっていうところは良かったんですけど。でビーコンプラザってどんな感じになってるかっていうと、ライブ会場ってなんかなんだろう、スタジアムとかねそんな規模のものじゃないんですけど、縦長なんですよ。縦長でなおかつちょっとスタンド席になると高さが出てくるっていう形でね、僕が体験したライブの中で一番遠い席で見てたかなって感じですね。うん一番遠い席でなおかつほぼ会場全体が見渡せるってところがね今回の魅力で、やっぱライブのね円盤買ってもやっぱりこう会場が全体どんな感じのねあれになってるのかって見えないんですけど、ライブが始まったり終わったりするとさーっとカメラがね引いて会場の全体が見えるんですけど、それが常に僕はね今回見ることができたんで、まあまあそこら辺は新しいなんだろうな、ちょっと待ってやばいやばいやばい、体験ができたのはいいかななんて思いながらですけどね。やばいやばい、なんかビリビリしてんだけどみんな大丈夫？ KN拾います。いやー、なんでここでリスポーン変わるんだよ。おお、かわいそう。まあ怪獣のどこにいたかっていうとね、まあ後ろの方ですよね。まあ僕は1日後ろの方でね、2日目がちょっと前の方に行ったのかな。言ってもスタンド席は変わりないんだけど、まあでもナナさんがね、乗り物に乗って来てくれて、それ乗り物に乗って来てくれたのはもうほぼ3列目ぐらいなんでね、そこはもうね、うんというか、まあちゃんとね FC の人が計らってくれたんだなっていうのがね分かる席でしたよ。本当にナナさんも間近で見ることできたし、会場の引きっていうのもね、会場全体を見渡せるっていうのは本当にあれは面白かったね。うん、まあまたそれでね、僕はね、あ、これはちょっと双眼鏡もありかなみたいなね、ジャニーズとかそこら辺のなんかね、規模が大きい会場の人たちになると、もうなんか双眼鏡なんて当たり前みたいな感じになってるんでね、僕もちょっと買おうかなみたいなことを考えつつね、いい勉強になったライブでしたけど、本当に。いやー、でもね、皆さんもうあれですよ。でもね、ライブ行く前はね、ほんとちゃんと予約取った方がいいね。もう行き当たりばったりでやってると、僕みたいにね、今回飛行機取ろうと思ってたのが飛行機取れなくて新幹線になったりだとか、あとはホテル取ってたと思ってたら2つ取ってたとかね。そんなね、ミスを犯すんでね、あんまりじゃない、ちゃんと計画、スケジュールこうやって管理しといた方がいいななんてね、勉強になりました。はい、というわけで今回はこんな感じで、KNを使ってドミネーションやってまいりました。いやー、でも今回はね、ほんと長い長い旅でしたけれども、また次大阪があるんでね、いやー、1週間に2回もライブにこう行けるっていう、このね、この素晴らしさ、もう幸せの時を過ごしています。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。大阪では皆さんよろしくお願いします。というわけで次回もかかってこーい。